さんはこのような経験はありませんか？わい、ぶっ壊れた PSP を買ってきたぞ。でも PSP は画面がちっちゃいな。このようなことでお困りの方は必見。ハイパーキングらしている HDTV ケーブル、 14FP ケーブル4モダンテレビジョン HD、 こちらを使えば PSP をなんと HDMI 変換してテレビでやることができる。金額はなんと5780円。安すぎ、意味わかんない。ということで買ってきました。前々から気になってはいたんですけど、まあもうパチンコで負けるぐらいなら買おうということでね、ポチりました。開けてみましょう。こんな感じですね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 。以前ショート動画で紹介したこちらのモンスターハンター仕様の PSP、 2200円でね、漁ってきたやつ、こちらを使って、まあ動作の確認とかもちょっとしてみたいと思います。そしてね、今回はこちらですね。煉獄、バイハドソン、死にたいらしいな。買ってきました。これ550円でした。中古ですね。安かったんですよ。まあもうゲーム画面を見て買いました。うん。面白そう。アクションゲーム系なんで、まあ、好きでしょう。煉獄。ね、煉獄っていう名前がちょっとね、くすぐりますね。12秒心を。あと、これですね。パタポン3。これも550円でした。まあ、1、2やったことないんですけど、まあ、3安かったんで買いました。これを買った時に、まあ、自分は、てっきりジョンボルナポイポイナピロチロセンターペッペロピンノンポンペラプラペラプランペラプーダパパのゲームで有名なロココ、あのゲームかと思って買ったんだけど違うよね。ということで、まあ、今回はこのゲームたちをこの PSP を使ってこの HDMI で遊んでみたいと思います。レッツゲーム。今緊急で動画を撮ってるんですけど、こちらの PSP 丸ボタンが効きませんでした。ということで急遽別の PSP 段ボールの底から漁ってきて、試してみたいと思います。こちらいくつで買ったんだっけな、まあ、無事起動はしますと。これいつ買ったんだろうね。あ、待てよ。あ、聞くな。あ、丸ボタン聞きますね。無事起動しましたね。やったー。はい、ということで無事出力できました。綺麗ですね。結構全然めっちゃいいなこれ。じゃあまず煉獄からですね。これやっていきましょう。はあ、これいいなあ。 PSP のゲームはね、もう正直今まで携帯ゲーム機画面ちっちゃいんであんま好きじゃなかったんですけど、これあ、いいっすね。ちょっと画面比率どうなってんのこれ。なんか寄ってない？え、合ってるこれ。あー、ぴったりか。あ、ぴったりか。これなんかね、ズームもできるらしいんですよ。どう？こう？あれ？こうか。はい。わあ、良さげ。これがズームしてなくて、これがズーム。いいな。で、ニューゲーム頑張るぞい。名前かー。うわっおほほほ、まあまあパンチ力あるな。すごい、もうパパパパパパパ。うわ、これ敵か？敵っぽい。なんかえ、あら、あ、録音。うわ
うーん、あー壁はめじゃん。ほら一方的だ。スラッシュインパクト、爆音のインパクト。さてこれちょっと回復、銃遠距離とかあり、ちょっと死んじゃった。この走り方がちょっとナルトっぽいよな。あーナルトっぽくなかった、ごめん。おーおーボンボン、あでもこれナルトっぽいあれごめん、嘘ナルトっぽくない、全然俺の知ってるナルトこんなんじゃねえもん。何かあれ、何あれ、と遠距離も近距離もできる、強くない？ちょっとこれゲームオーバーの概念ないんかな。死んじゃったよ。ジャパンスタジオ、はあこれどこの会社だ。あでもあ煉獄よりかっこいいこの時点で。あ何これ、こんな感じ、めっちゃ面白そうこれ。ちょっとオープニング見よう、ちゃんと。あいいっすね。いいな、オープニングがいい、心に誓う。うわ赤文字激アツ、テッカテッカやっと聞いたな、お主のパタポンの神じゃろ、お主の名前が思い出せん、お主の名前か。なにこれ、ポケモンか、ポケモンか、タイプ選べる。赤は我こそ盾は嫌だ、盾は嫌だ、地味で玄人好みでもあろうとも、いや盾はいい。これ魔法かな、あ遠距離だ。弓も嫌、もうちょっと脳筋なんで、もうボコボコにしたいですねこれで。よっしゃ、これ大きいダメージを与えよう、いくぞ。忠義の降臨、うわなんか変なのが来た変なのって言われてますよ。パタパタパタポン、リズムに合わせて太鼓叩く、パタ、はい、うわむず、あすっげえアジト、すっげえ忠義かわいい、癒されるな。うわなんぞこれすっげえこれ、すっげえ広いいぞいいぞ、ごめん、いき、かわいい、これが萌えだ。ポンポンパタポン、これでいいんか、ポンポンパタポン、難しい、ポン、何これちょっと待って、パタパタパタポン、おもろいけどむずいな。ということで、まあ今回は無事、まあ、ゲームもできたんで、あとね、PSP といったらやっぱモンハンとかなんかな、ファンタシースターとかもそうなんですけど、あとゴッドイーターもか、結構有名タイトルいっぱいあるんで、まあ、もし欲しい方はぜひハードオフの青箱とかあさったら意外と100円とかで落ちてるんで買ってみてください。まあ、こんな感じで安くねゲームが買えるハードオフ、ほんと好きですね。いやほんと好きですね。いやもう本当に。